Introducing Professor ティモシー・スナイダー2017.112池田年保は横浜市生まれ慶応義塾大学名誉教授歴史学者翻訳家専門は移民論移民文学アメリカ社会史ティモシー・スナイダーや棚橋コーツの著作の我が国における紹介者として知られる東京学芸大学附属高等学校卒業 慶応義塾大学文学部史学科卒業、同修士課程修了。海保正夫、蟹広明の境外に接する。海保正夫の意志を継いで2009年以降は翻訳にも力を入れるようになる。論文には移民関係のものが多いが、福原有信と洋蘭記の近代訳次制度は日本における科学史文献日本編科学史研究ボリューム34にも選ばれている。 2015年3月に、学内の各種役職、一橋大学、東京外国語大学講師、比較文明学会等の役員などを務めながら、慶応義塾大学の定年を迎えた。最終講義は2015年3月7日に、翻訳の世界、トラアダトーレイ、トロディトーレイと題して行った。現在まで、日本翻訳家協会評議員、ユエンフォンウンチョ、聖科府、 関東からカナダへ、家族の絆を求めとの翻訳で、カナディアンプライムミニスター、S アワードフォーパブリッシングを受賞している。また、ティモシー・スナイダー著、赤い太鼓、ハプスブルク家と東欧の20世紀の翻訳等一連の業績で2014年度、義塾賞を受賞している。2009年以降の役所は主に慶応義塾、大学出版会から刊行されている。著、 世界と僕の間に、僕の大統領は黒人だった、ピーター・ポマランツェフ著、プーチンのユートピア、21世紀ロシアとプロパガンダ、ジョーン・ディディオン著、悲しみにあるものなど多数がある。ゴードン・エス・ウッド、ティモシー・スナイダー、マーク・マゾワーなどの重要な歴史学者の著書の翻訳も、目立つが、対象は、文学、ノンフィクション、電気など幅広い分野にまたがっている。また、 1990年代まで言っていた日系移民と関わりのある翻訳も、ハリー・系ケ原を扱ったパメラ・ロトナー・坂本著黒い雨に打たれて二つの祖国を生きた日系人家族の物語ラルフカーを扱ったアダム・シュレーガー著日系人を救った政治家ラルフカー新年のコロラド州知事アメリカに帰化した牧師島田修雄の自伝の茂雄島田著石が叫ぶだろう アメリカに渡った日本人牧師の自伝などで継続している。ありがとうございます。